逆。5 4 3 2 1。いつもありがとうございます。模型のロマンを探索する模型所、タンサックです。今回はサンダーバード秘密基地の超リアル模型付き50センチ超のペーパークラフトを作っていこうと思います。じゃあ続きなんですけど、8個まで作ったので次は9個、いよいよ9個のラウンドハウスの、ラウンドハウスの組み立てと接続ということで、このラウンドハウスを作っていこうと思います。なんか結構難しそう。ここからめっちゃ難しくなるってみんなが言っちゃった。シートは17番、切るのはいっぱいある。 I の1 2 3 3 3 3 4 5 6。ほんと1 2 3 4 5 6 7も7もだ。7 8 8、どれだ、切っていくか、わからん。切っていこうと思います。8、あれこれが8だ、あ、7がこれか。わ、これめっちゃ細か、このギザギザワニの歯みたいなやつ。7 8 9 9までだ。9 9 9 9、ここ全部だ。これを切っていこうと思います。ちょっと半分に分けよう。はい、では全部切れました。こうやった方がいいかな。じゃーん、これ全部裏に数字を入れていこうと思います。1番1 1 1、どれだ、これが10、 I の10、はい、の10、これ窓が I の2、よし、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、 OK。 はい、それではこれ大雑把に切れたので、この余白のところを切っていこうと思うんですけど、使う道具はこのローバシェンさんからもらったこの細いカッターと、アラワングマさんからもらったこの硬い薄いスケール、親和性のやつと、それからクニポンさんからもらった細かいのを切るハサミと、アラワングマさんからもらったあの曲線を、細かい曲線切るハサミと、それからローバシェンさんがくれたこの360度カッター、ちょっと名前が剥がれそう、360度カッター、これちょっと使い方が未だに全然わかんないんだけど、これと、それからクニポンさんがくれた、ま、デザインナイフ、ま、どっち使うかな、こっちの細い方活躍するかな。これらを駆使したらできると思いますので、この
なんとかこの細い細かいところを切っていこうと思います。頑張る。はい、それでは早速組み立てをしていきたいと思います。まずは1の1のこれ、あ、1の1じゃない、 i の1の1と2を貼り合わせるって書いてあって、1と2を貼り合わせるっていうと2はまあこうだと思うんだけど、1はここは山折りなんと思うんだけど、ここはなんか山折りの点線がなくて、他はねこうやって点線があって山折りだなってわかるんだけど、ここは山折りの点線がなくてちょっとよくわかんないんだけど、どうしたらいい？あれを見る。書いてあるわ、青い点線書いてある。折るってことだね。でもここは切らないんだよね、黄色いあれで。実は切るんかな、これ黄色になってないけど切るかもしれんね。間違っちゃったらどうしよう。なんか普通切るだったらここが黄色でここに点線があるはずなのにないんだわ。でもね、これ切らんと進まんと思うんだよね。で、完成図は完成図はここなんか曲がってるもんね。折ってるし2とここも離れちゃうけん、やっぱここ切るのかな。切るって書いてないけど切っていいかな。折って切っていい？ここを折る、ここを切る。いい？違ったらどうしよう。切るよ。切るだったら黄色だと思うんだけどね。違うんかな。ちょっと折りますね。なんか完成図はだって折れちゃったけん。で、いや、違うかな。待ってよ。ここも折るかな、こうやって。ここもこうやって折っちゃっていい？折って、ここも折っていい？これは折るってなってんだ。折ったよ。あっちょかな。切っちゃったけど。違うかな。でも1と2を、ダイヤの1と2をくっつけるって書いてあるけん、こうならんとも無理なんだよね。だけんこことここをこんな感じでくっつけたいと思います。で、今この本物がおるんだけど、本物今作ってるのはここだよね。この屋根作ってます。イエイ、すごいね。だけどここに煙突つけるよ。ここに見本がいます。ちょうどタイムリーだが、じゃあこれね、奥野さんが送ってくれた木工用の、木工用、まあ紙もいけるよ、ボンド、ボンドで、ボンドありがとうございます。早速使わせていただきます。よし、じゃあ1と2を貼っ
で、こうね。そしたら次は愛の2大きいやつだ。これ？あ、これだ。愛の2とダイヤの1から16を貼り合わせます。だから、ここにダイヤの15まであるけん、ここだ。で、これくっついたかな？ここに2があって、どうしようか。2があるでしょ？で、1がここにあるけん、1,2,3,4,5 こういう感じでいきますね。1、あ、やっぱ切って正解だ。ここに入るもん。1,2、ちょっと1から貼っていこうか。あ、切ってよかったんだ、さっきの。正解だったね。3もつけようか。で、こっちのちょっとつけすぎかな、これ。2つけて4もつけちゃえ。1つけの2つけて3つけて4までつけます。お、わあ、はみ出てきた。ボンドつけすぎ。端っこからよりあれかな、真ん中からとかの方が良かったりして、分からんけど。てか、ぐらぐら動かしすぎ。こうして、わあ、ちょっと微調整して瞬間にくっついてくれるといいんだけどな。こうね。これちょっとなんか丸く後つけた方が良かったんかな。これを丸くちょっと後つけたりする？こんな感じで。みょん。ボンドよりテープがいいとか？真ん中ら辺はボンドにして、これでくっつけちゃおうか。超強力。一番はさすがにこれでいこうか。位置をバッチリ決めて、で、もう一回ちょっと、もう一回ボンド作戦でいこう。2くっつけこっちだ。で、3はまた両面でいくとかどう？あら技。いつもは全部両面だけど、取るのとか大変だから多少ボンドみたいな二刀流いいかも。にくっつけて3を
こうして4はボンド、はい、最後はこことこことここでバッチリだね。距離的にバッチリ。よし、じゃあボンドで固めていこう。順調です。でもここまでめっちゃ時間かかってますよし、で念のためセロテープ。もう右手と左手をめちゃ駆使してる。よいしょ、オッケー、できたできた。あと取れそうなとこちょっとテープで補強します。あとでいっぱい貼っとこう。よし、じゃあ次に i の3のこれか、 i の3の位置を貼り合わせて筒状にして、これを貼り合わせるなって、ここぐるぐるぐるってして、でこうして貼り合わせて i の位置とこうして、わお、運動会みたい。これをここに貼るのか、こうしてこうしてこう、違うね、あっちょ、こうやって書いてあるんだけど逆？え？谷折りだった、もしかして。いやいや、山折りって書いてあるけど、山折りだね。こうしてこう貼り合わせるなら、後半へ続く。ということで、今回はサンダーバード秘密基地ご覧いただきありがとうございました。よかったら励みになりますので、チャンネルの登録よろしくお願いします。そしてチャンネルの登録がお済みの方は、高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。